この時間からいつも Uber 稼働はしております。4時過ぎた頃ですね。荷物もこんな感じで用意して自宅待機で始めます。ここからですね、横浜の方まで、なるべく横浜市の方に近づきたいでやっていきたいと思います。帰ってきて顔が汚れたまま寝てしまったことがあったので、まあ笑ったんですけども、まあ、話は変わるんですけども、トラックの配送のアシスタントとかはそのドライバーさんに気を使ったりして会話をしなきゃいけない、まあいけないっちゃおかしいな、失礼な話ですけど、気を使いながら盛り上げていくのもその仕事ですね。で、ちゃんといろいろ気に入ってもらえれば、またそういうリピートで同じドライバーさんと回ることが多いんですけども、まああんまり無にしない程度、まあそうですね。Uber と助手の仕事を。回収の家電回収、まあ、どちらか稼げる方をシフト、まあ、多めにしてやっていくのが今、まあ、ベストかなと思っております。また動画、頑張って、いきます。よろしくお願いします。どんどこです。